オーラブエンディア、皆さんこんにちは。スポーツ宅配便の時間がやってまいりました。宅配人の久保です。今回のスポーツ宅配便はダイモンスポーツクラブにお邪魔しています。今ダイモンスポーツクラブで話題の教室とは、この後の特集でご紹介します。ではまずは今回のニュースから。平成31年の射水市元旦マラソンのお知らせです。新港会場は第56回目、大門会場は第42回目の開催となり、新年を彩る一大イベントとなった元旦マラソン。新港会場は1月1日午前0時、大門会場は午前9時にスタートします。元旦の澄み切った空気のもと、走り初めを行うランナーたちをぜひ沿道で応援してくださいね。12月22日、23日、24日の3日間は下村体育館で射水フットボール3 days が開催されます。22日は大人を対象とした男女ミックスゲーム方式のフットサル大会サルコン、23日は小学5年生から中学3年生を対象としたサッカークリニックガールズ&レディーズサッカーフェスティバル、24日は幼児とその家族を対象にした親子サッカー教室が開催されます。応募方法は射水市障害学習スポーツ課のメールアドレスまでお問い合わせください。クリスマスシーズンはぜひ下村体育館でボールを蹴って汗を流しましょう。続いては特集のコーナーです。今回はダイモンスポーツクラブの魅力に迫っていきます。それでは今井さん、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。ダイモンスポーツクラブの今井です。今日はダイモンスポーツクラブの紹介とおすすめの教室を皆さんにお伝えします。ダイモンスポーツクラブでは現在16個のシニア一般向け教室と8個のジュニア向け教室があります。また季節に応じた野外活動も開催しており、特にウォーキングやトレッキングを楽しむ悠々クラブ、ジュニアを対象としたスキー教室、水上スポーツ体験は毎年多くの方に参加していただいています。この後のイベントとしましては、1月26日土曜日、牛岳温泉スキー場にてジュニアスキー教室を開催いたします。また2月10日日曜日には大門総合体育館にて冬のスポーツ交流会を開催いたしますので、ぜひ大門スポーツクラブに遊びに来てください。たくさんの方の参加をお待ちしています。ところで久保さん、はい、今ダイモンで一番ホットなスポーツ教室って何かご存知ですか？ホットな教室何ですか？実はカローリング教室なんです。カローリング、いや初めて聞きましたね。今あっちでやってるんで早速一緒に体験してみましょう。はい、よろしくお願いします。では、今回カローリングを教えていただきます清水さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、カローリングってどういうスポーツなんですか？ね、カローリングは冬季オリンピックでカーリングというのがございまして、それをもとに、できたスポーツでございます。はい、ちなみにどういった魅力や面白さがありますか？このスポーツは、若い世代から高齢者までくまなく、できるスポーツということで和気あいあいやっております。あ、そうなんですね。それではお二方どうぞやってみてください。はい、よろしくお願いします。まず清水さんに投げ方をレクチャーしてもらいました。一見簡単に見えますが、少し力を入れすぎると曲がったり、逆に弱すぎると届かなかったりするということです。一通り教えてもらった後は、どちらが中心に近く投げれるか職員の今井さんと一球勝負。果たして結果は？おお、おお、曲がってる、曲がった。ああ、曲がる、曲がる。曲がる、曲がる。あ、でも、うまい、うまい。いやあ、うまい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 。うまかった。うまいな。悔しい。弱い？弱くない？弱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 い？全然ダメ。弱い弱い。全然ダメ。ご覧の通り、
今井さんはポイントゾーン近くまで届くナイスショット、久保は見ての通り全く届かず、これは今井さんの勝利でした。いやー清水さん、カローリングめちゃめちゃ楽しかったです。カローリングは、誰にもできるスポーツでございます。今後興味のある方はぜひ当クラブへお越し参加してください。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。スポーツ宅配便はあなたのスポーツを応援します。射水市障害学習スポーツ課までお問い合わせください。あなたのスポーツを応援に駆けつけます。それでは皆さんよろしいでしょうか。いきますよ、せーの、チャオチャオ。